こんにちは皆さん最近子育てについて悩んでいることはありませんか子どもの個性を伸ばしたいと願いながらもどうしても周囲の期待や競争にとらわれがちな親御さんも多いかもしれませんね。私たちはみんなできることなら我が子に自由で輝く未来を手にしてほしいと願っています。 そんな願いを持つ親たちにとって野球界のスーパースターである大谷翔平さんや将棋界で天才と称される藤井聡太さんの成功と彼らを育んだ親たちの姿勢には学ぶべき多くのヒントが隠されているのです。彼らの親たちがどのようにして子どもの個性を尊重し超一流へと育て上げたのかその秘密を知りたくありませんか この先では大谷翔平さんと藤井聡太さんという2人の天才を育てた親たちの共通点を探りその背後にある深い心構えやアート的な子育ての本質を紐解いていきます是非最後までお付き合いくださいあなたもきっと子育てへの新たな視点と実践したくなるようなインスピレーションを得られることでしょう現代社会では多くの親が子どもの成功を求めつい競争や成果を重視する傾向にある しかし、それが子どもの個性を潰し、成長の妨げになることも少なくない。そんな中、大谷翔平さんと藤井聡太さんの親たちは、他者と異なるアプローチで子育てを実践し、超一流へと導いた。彼らを支えた心構えとはどのようなもので、現代の子育てにどう応用できるのか。本記事では、2人の親の姿勢に焦点を当て、子どもの個性を育むための非認知的アプローチについて深く釣りする。 超一流の背景にあるアート的な子育てとは大谷翔平さんの両親は彼にスポーツの技術や身体能力だけでなく非認知的なスキルを育むようなアート的な子育てを実践していたと推察される週刊誌「週刊現代」の取材によると彼の両親は無理に怒ったりむやみに否定したりすることを避け彼の個性を最大限に尊重したという スポーツライター吉井妙子氏は著書「天才を作る親たち」のルールで大谷翔平さんの親が子供に頭ごなしに怒らない姿勢を貫いたことが彼の自由な成長を支えたと語っている子供に無理強いせず自分の考え方やペースを尊重することで彼の自己肯定感と想像力を大切にしてきたこうしたアート的なアプローチが大谷翔平選手の非凡な精神力と人間性を形作る一助となったのだろう 藤井聡太の成長を支えた、親の信念、非認知的な価値観に基づく子育て。藤井聡太さんの親も、彼の興味と感受性を尊重し、彼の好きなことに集中する自由を与えることに重きを置いた。親は親、子供は子供という意識を持ち、親の考えを押し付けることなく、彼の好きを尊重し、見守る姿勢を徹底したという。例えば、藤井聡太さんが子どもの頃、彼が地理に強い興味を示していたとき、 親は、主要教科を学びなさいとは言わず、自由に地理の勉強を楽しませていた。藤井聡太さんの母は、息子が何かに没頭しているときは、途中で止めずに待つように心がけていたと話す。この、見通して待つという姿勢が、彼の探求心を妨げることなく引き出し、将棋界の至宝と称される藤井聡太を支えたのだ。彼が試合で負けて泣く際も、親はその感情に寄り添い、無理に慰めたり、気をそらしたりせずに、 彼の気が済むまで泣かせた。これは彼の感情に寄り添い信じて見守る姿勢を体現している子供にとって泣くことは一種の感情の整理でありこうした親の態度が彼の精神力を鍛える一助となったのであろうするよりもしない親が選択した育て方大谷翔平さんと藤井聡太さんの親たちの姿勢に共通するのは子供をむやみに怒らず無理に正しさを押し付けないしない選択だ 例えば「グズグズしないで」「もっと早くしなさい」ではなく「みんなと同じじゃなくてもいいよ」と声をかける子供に自分らしく生きる選択肢を与えることで自尊心と自由な発想を守ることができる現代の教育は「ラップサイクル」「ラン」「アクト」パフォームに偏りがちで個性や自分を知る時間が乏しいが親たちは「ファインド」「自分自身を知る」を重要視し子どもの本来の個性や興味を見守ってきた ファインドが自分にとっての成長の礎となり認知的なトレーニングから解放されることで彼らはより事故に向き合いながら成長できたのである。学校教育とファインドを重視した家庭教育の際日本の教育システムは秘められた範囲での知識とスキルを身につけることを主眼としておりこれに従って学び行動し結果を出すことが評価される。 しかし、大谷翔平さんや藤井聡太さんの親が実践してきたのは、外部に従うよりも、自分自身を見つめることの重要性を強調した育て方であった。この際が、家庭教育の中でファインドを重視し、子どもが自分の内なる声に耳を傾け、自分のペースで成長する自由を与えることの重要性を示している。将来の日本に必要なフラップ人材とは現在、 日本では経済的社会的な地位の低下が懸念されており新たな人材像としてフラップ人材ファインドラーンアクトパフォームが提唱されているこのフラップ人材の基盤はファインド自分を知るにある欧米の先進国では個性を大切にする教育方針が主流であり個々の価値観や興味に応じた成長が重要視されているこれは単なる偏差値教育ではなく 自己探求と自己実現を重視する価値観の浸透を目指したものであり社会の変化に対応できる柔軟な思考力を養うものである結論家庭でできるフラップ人材育成の実践日本の教育制度が即座に変化することは難しいが少なくとも家庭でファインドを重視した教育を行うことは可能だ子どもの成長には時間がかかり社会が変わってから子育ての方法を変えるのでは遅すぎる 親として今からでも子供が自分を知り自分の道を進む力を育むために個性を尊重するアート的なアプローチを試みてみるべきである子供が自らの感情や考えを大切にし自由に成長できる環境を家庭で築くことが未来において価値ある人材を育てる基盤となるだろう。